改札口ホーム画像奥が、おごと温泉方面片田駅、西口ロータリー、片田駅は、滋賀県大津島の一丁目にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB25。駅名の、片田は、大見八景の一つである片田の落岸で知られている。開業していない1900年に発表された、鉄道昇華にも登場する。 湖西線開回通前の1969年まで、付近を走っていた高和化鉄道にも、同名の駅が設置されていた。ただし、場所は当駅の位置とは異なり、高弱交通バス本片田停留所付近がそれにあたる。詳細は、片田駅を参照。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。各ホームから改札口へ階段を及びエレベーターが1本ずつ通じている。 緑の窓口があり、緑の券売機も設置されている。愛国家対応自動改札機が設置されている。駅舎内には佃に、惣菜販売の声優とコミュニティストアがある。トイレは改札内にある。当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、湖西線のすべての中間駅を管轄している。また、奇襲店を除く、水見栽船内の直営駅は、 当駅と大見今津駅の二駅のみである。日中時間帯は1時間あたり4本発着する。この時間帯は京都方面の上り新快速列車と普通列車が相互接続をしている。特急、サンダーバードが朝晩を中心に折り4本、上り3本停車する。この数は大津市の代表駅である。大津駅よりも多く、大津市で特急列車が最も多く停車する駅となっている。 かつては、当駅を発着する新快速列車が設定されていた。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。満月寺浮見道駅からほど近いところを通過する、南北方向の滋賀県道558号に沿って、大規模な商業施設のほか、ファーストフードやコンビニエンスストアなど、ロードサイドの店舗が多く所在する。また、 東西方向の国道477号と、滋賀県道558号が交差する、琵琶湖大橋交差点は交通の要衝となっている。名所、旧石公共施設など大規模、商業店舗金融機関など道路琵琶湖大橋を横断して、森山駅方面へ向かう路線バスが発着する。西日本旅客鉄道 B 湖再線、新快速比叡山坂本駅方大駅。 大見舞湖駅快速小ごと温泉駅片田駅、大見舞湖駅普通小ごと温泉駅片田駅、小野駅、ありがとうございます。